です。すごい、目がもうガン開き。どうしようかな。メロンソーダから作っておこう。小物からちょっと準備ちゃんと考えなきゃ。何色のウサギか、あ、いや、ヒヨリのイメージにしよう。ピカチュウさんカラフルだからな。よく言われます。ヒヨリの髪の色はずっと黒。そうですね、もう長い。染めたことないんですか？染めたことはあります。あるんですか？あります。私もあのとツンツンツンと尖っていたわけではないんですけど。尖っていた時期が、ね、染めてって思った時期があって。あれですよね。はい、今はちょっと美容室に行くのが苦手で、あんま行かなくても大丈夫なように次元の色になりました。そうなんです。どうしよう。相談しながら。そうですね。カメラにしよう。おお。カメラ入れたらだいぶ大きくなりそうだしな。あれだわ。ペンシルがなかったら。確かに。もう勘でやるしかない。もう切るしかないってことですね。攻めだ。攻めの細胞だ。あらかじめこの色は絶対使いたいっていうのを教えてください。私あの耳を耳とほっぺたにほんとちょこっとだけピンク色っぽいのがいただけたら。これをつけるのもありですよ。あ、そっか。ここもポンポンもある。そしたらじゃあこれ使いますか？いや、全然いいですよ。じゃあ私これをこれを本体に考えていくので。はい、サクサク作って。そう、そうですよね。愛情こもってればいいんですよ。 そうですよね、手作りは愛情。私は脳みそを使います。お、すごいな。頭脳プレイだ。じゃあもうとにかく手を動かします。おお、手つきだけすごい職人のような。でも何もしてない。バタバタ。すごい、それっぽいご質問。いい意味で。私は、うん、秋とか関係なく、うん、ちょっとベタですけど食欲ですね。同じくです。そうですよね。そうなんですよね。秋の味覚で好きなものは、好きな食べ物何ですか？秋、もう季節考えたことないな。確かに私もそこまで。ナス、ナス美味しい。ナスって夏じゃないですか？え、あ、そっか。夏野菜ですよね。あ、そうだった。なんか秋ナスは嫁に食わすのに。あることにはあるのか。ね、よくあるのはサンマが一般的。ああ、サンマのかば焼き。おお。かば焼き美味しい。サンマか。サンマ。あんまり食べたことない。私も魚はあんまり調理したことないですね。刺身ばっかり。おお。え、でもお料理できるんですか？お料理、ま、うん、できるかできないかって言ったらできるし、うまいかうまくないかって言ったらうまいし。めちゃめちゃ。でも、でも本当に比べたらどっちかって言われたらっていうぐらいには上達したと思う。すごい。上達したってことは、もともとはそんな得意ではなかったんですか？なんか、いや、好きだったんですけど、うんうん、そんなになんか、やっぱ実家にいるとやる必要ってあんまりないじゃないですか。いや、そうですね。うんうん。だから、あんまりやってなかっただけで、うんうんうん、一人暮らししてからやるようになって、はい、どんどんハマっていきました。意外な。
そうなんです、私もびっくりです、こんなにハマるとは。ちなみにこれ切れないんですか。全然切れないんですけど、おやちょっと私今そ、切るだけ切って、代用あったらなんか欲しいです、これ普通のハサミでもいいので。いいですか、それ使って。ありがとうございます。なんかトークテーマ出してくれる森さんが言っちゃった。急にドギバギ。いいです、いいんです。なんかいろんな時間があってもいいじゃないですか。いや、そうです、それこそ秋は何か芸術ですから。芸術ですから。思い出した。読者の秋。私字が全然なんか読めなくて。大丈夫ですか。そんなに支障あるんですか。そんなに。でももうリカチマルさんはフィーリングが、フィーリング、文字なんて必要ないというか。そうなんです、そういう風に生きてきちゃったらこうなっちゃった。いやもうすごいと思って、ずっとやっぱ台本も、うん、本当大まかなあらすじだけで、この今日のこれなんですけど、全部もうアドリブでお一人で喋られてて、こっちの方がいいんですか。え、そうなんですね。いっぱい書いてあるとどこまで読んだか分かんなくなったり、なんか同じことまた読んじゃったりとか、なんかもう字に支配されちゃうんです脳が。え、もうすごい、それができるって天才。そんなことないです。おい、めっちゃ選べる。いっぱい入ってきますね。おこれ、これって懐かしくないですか。あ、なんか名前なんて言うんですか。なんか雑学でなんかあった気がする。雑学だ。水戸投手の名前、はい、4文字です。え、まさかのクイズ。4文字え、聞いたらあーってなりますか。僕はならなかった。絶対わかんないな、これ。でも細胞に長けてるお二人なら。最初はスーだ。スー、なんか伸ばし棒はありますよね。え、あ、ある。適当に言ったら。スー、伸ばし棒入れて読む。あ、ソイドーみたいな、最後が伸ばす。手と伸ばせますよ。スー、スー、ママ、その伸ばし棒は最後ですよね。最後です。気がします。スリと、うん、あ、違う、スリなんとか。え、す、違う、いや、近いです。が近い。スリス、スラスラ、スラとスレとと。えぇ、スラスラスラ。こんなに。もうヒント。レです。え、レ、スレ、順番スレ、なんとか伸ばし。あと一文字じゃない。じゃあ今週の一文字。楽天です。え、点、盲点。楽天がつきます。楽天なの。あ、わかった。え、嘘。じゃあいいんですか。します。スレが全部。スレガーを使って糸を通そう。早速覚えたての。え、これって答えによっては引かれたりするんですかね。引かれるの。